はいどうも、凡人でございます。ということで、今日の動画はですね、週末行われます清水エスパルス対、ヴィッセル神戸の試合展望ということで、やっていこうというふうに思います。対する神戸の方なんですけれども、ACL プレーオフというところで、本当ね、120分にわたる死闘の結果、まあ、勝利というところで今シーズン公式戦初勝利を得ることをになりました。そこに清水がどうやって立ち向かっていくのかというところが、まあ、今回の大きなキーになるかなというふうに思います。特にやっぱり注目したいところは前線ですね。最近はまあ神谷と鈴木優衣とであったりとかというところで中心に回していたと思うんですけれども、やっぱりその前線のね、2人だけではなくて、サイドハーフ、ボランチ、サイドバック、まあフィールドプレイヤー全員がしっかりとコンパクトにまとまって攻撃をし続けることっていうのが一番重要になってくるかなというふうに思います。おそらく神戸の方は、まあ、いつもと変わらず 4-4-2 のダイヤモンドの形を使ってやってくると思いますし、そこに対して清水はこれまで通り王道の 4-4-2 で挑むのか、はたまた僕個人的にね提案した 4-2-3-1 などなど、フォーメーションをいじくって、より攻撃的なところでチャンスを作りやすいように、フォーメーションを変えてやっていくのかというところで、まあ、非常に悩ましいところではあるんですけれども、まあ、とにかくやっぱり最近流れがね良くないというところもあって、ここでやっぱり一度チームの意識をリセットして、また上位争いに加わっていくための足がかりとなるような試合に、ね、なるようにしなければならないのかなというふうに個人的には思っております。まあ本当ここでね神戸をしっかり叩いて上に上がるっていうところで、やっぱりしっかり道を作っていければ、まあ、チームもね、またリスタートというところでいい流れがやってくると思いますし、まあ、神戸は本当、まあ、ACL のプレーオフで勝ったとはいえ、まだリーグ戦勝利がないチームというところで、そういうなチームにやっぱり負けてしまうと、まあ、より今のね、悪しき流れっていうのをね悪化させてしまうようなことになりかねないので、まあ、改めて本当皆さんのね、まあ、応援もあり、そしてチームとしてしっかり90分が戦い抜くというところをね、個人的にも見たいなというふうに思います。ということで、今日の動画はですね、清水エスパルス対ヴィッセル神戸の試合展望というところでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。